コンマカー、マック大好き心は今でも20代のマカロンです。スタバでドヤマックができるあの iBook をジャンクで購入しました。買ったのは1年ぐらい前でしょうか。積みゲーならぬ積みマックして放棄してました。ジャンクのシールのコンディションがこいつのジャンクレベルを物語っています。現状で判明していることは、ハードディスクなし、電源アダプタなし、バッテリー脂肪でお値段高めの1500円でした。それでは横から見ていきますかね。左にあるのはモデムポートですね。闇で汚れてるのか、デフォでこの色なのか、茶色が勝ってます。次はイーサネット、ファイアーワイヤー、USB が2個、ミニ VGA、イヤホンジャックですね。そして皆さん、お気づきでしょうか？ IO パネルがはまってません。バラした時にはめ忘れたか、なんかの衝撃で外れたか、ジャンクなんで、こんなもんなんでしょう。液晶の蓋も歪んでますね。液晶のヒンジ側ですね。特に何もありません。DVD ロムドライブが装備されてるようですね。右側が電源コネクタですね。AC アダプタは持ってないので買うしかないです。今度は裏面を見ていきます。まずゴム足が1つしかありません。さらに裏蓋を止めてるネジが6個中3個しかついておりません。なかなかのジャンクっぷりです。開いてみましょう。若干スケルトン気味な乳白色のキートップですね。可愛らしい感じがします。打鍵感は蝶がつくほどペコペコですね。子供のおもちゃのような。って何でもありません。外観は大体こんな感じです。電源が入るか検証したいのでヤフオクで探しました。お値段なんと送料込みで2000円。悔しいですが本体より高いです。AC アダプタは動作確認済みのものですが本体がお亡くなりになってる場合もあるんでダメ元で挑みましょう。ファミコンの RF ケーブルを思い出しますね。通電ランプがくっそ可愛いんですけど、なんて言ってる場合じゃなくて電源ボタンを押してみますね。じゃーん、来たー。OS 見つからないよ、アイコン来たー。これが出るんであれば完全にこっちのターンです。OS 入れて起動させてやりましょう。早速分解してハードディスクを取り付けていきましょう。その前にやらないといけないことがありますそう。バッテリーの取り外しです。死亡しているバッテリーですが、一番にやりましょう。ロックを外しましたがどうやって取るんでしょう、外れません。外れんぞー。ひっくり返すんかい、簡単に取れました。次は裏蓋の前にキーボードを外していきます。簡単に言いましたが簡単なんです。矢印のところに爪がありましてそれを外せばなんと、外れるんですー。すごくないですか、すごくないですか。こんなユーザーフレンドリーな親切設計、今のアップレじゃ考えられませんよね。ここからエアーマックカードやメモリを交換できるってことです。デフォで 128MB のメモリですが、256MB のメモリがついてました。グリーンハウス製ですね。キーボードを完全に外したいのでフラットケーブルを抜いていきます。セロファンみたいな材質なんでちぎれそうでしたが外れました。たわみます。ペラペラですね。打鍵感が悪いのも納得です。続きまして背面パネルを剥ぎ取っていきます。私の相棒、毎度おなじみのトルクスドライバーです。これを使って分解していきます。ありがたいことに背面パネルのネジが6個中3個しかないので、外す手間が省けます。ヒンジ側はトルクス、ゴム足部分はプラスネジになってました。ここで新事実です。バッテリーのネジがありません。さらに手間が省けます。さあここから私と iBook の一騎打ちが始まります。必死に外そうとする私、対して絶対に蓋は開けさせないと言わんばかりの iBook、わずかな隙間を作り出し、そこを起点に攻撃を仕掛けますが敵の包囲網は固く突破口を見出せません。開かない、開きません、開かないです。どこか一箇所でも外れたら攻略できそうな気がするんですが、やがてイライラはマックスに。ダメだ、落ち着こう。気持ちを切り替えて開いた隙間にピックを差し込んでおくという作戦を決行。ついに光が差し込みました。IO パネル側の防御力が弱まり半開きに。作戦は大成功のようです。前任者がネジなくてもいいんじゃね？と思ったかどうかはわかりませんがネジなどいらぬほどのかなりの強敵でした。はぁ、疲れたお。外れたところで再びひっくり返し表側から、とりあえず見えてるネジを外して様子を伺います。これで外れるかな？いやいやそんなに甘くなさそうです。外れそうな感じはありますが右側が抵抗しています。ここは一旦置いといて再び裏面を調べることに、裏面側の光学ドライブ付近に隠れてるやつを発見しました。さらにさらに光学ドライブのトレイにある不自然な切り欠き、トレイをずらしていくと、必死に隠れてたネジが出てきました。初見でこんなのわかるか。なんとか回復に成功しましたが肝心のハードディスクを搭載する場所はまだ見えてません。この違和感、明らかにアップルが貼ってはいないと思われる緑の養生テープ。
何を意味するのか、前任者の何らかのメッセージが込められているのか、時期にその理由も明らかになるでしょう。作業を進めます。次に外すのはこのペライ鉄板ですね。ネジがついてたと思われる穴が多数あります。外す手間が省けます。それでは気になるテープを剥がします。なんとネジが出てきました。ネジ山でも潰してつけられなかったとか、謎です。さらに数箇所のネジを外しました。ここまで長い道のりでしたが、ようやくハードディスク収納部にたどり着きました。なんでしょう、このビローンとしたものは。リボンケーブルとかではなさそうです。ハードディスクを固定するときに使うものでしょうか。取れちゃったし、ほっときましょう。むむ。ここで再びあの養生テープが、前任者が私マカロンに何かを託したのでしょうか。養生テープは二重に貼り付けてありますね。中を見てみます。ネジですね。数は4個。ここで私はピンときました。そう、ハードディスクを固定するネジです。過去に、ハードディスクを取り出すために分解された前任者様、あなたの優しさと気遣いに感激と感謝を申し上げます。世知辛い世の中ですが、いい人もいるんですねって。作業に戻ります。ロジックボードにガッチャンコしているこのオレンジのやつ、 IDE ケーブルでしょうね。引っ張るとこがあるんですが、心細いぐらいただのセロファンみたいです。力を込めて引っ張れば切れそうなやつですが、やるしかないでしょうって言ってる間に外れました。意外と丈夫みたいです。あとは前任者様が残してくれたネジでハードディスクに取り付けていきます。今回取り付けるのはこちらです。タンスの奥の奥から引っ張り出してきました絶滅危惧種である IDE 規格のハードディスクです。明日を作る技術の東芝でおなじみの東芝製 20GB になっております。多少の力を込めてコネクタをハードディスクに押し込みます。はまった時のパチンが気持ちいいですね。あとはネジで取り付ければいいのですが、何やら iBook 側に固定する場所がありません。これはおかしいですね。いろいろ調べた結果、新たな事実が判明しました。その事実とは、本来あるべきはずのハードディスクマウントがないんです。前任者がマウントを取り付けてくれなかったようですね。ネジだけ入れてマウントなかったら取り付けられねえだろ。おい前任者どうなってんだよ。上げて落とされるとは、世の中もう信じられません。気持ちの切り替えが必要です。ないものはしょうがない。ここは荒用事といきます。ここでの要点は1、動かなければいい、2、ショートしなければいい、ということでやっていきます。そうなんですよ。こんなトラブルなんて難しく考えてはダメです。はい、私が用意したのはゴム手袋です。こいつならこの難局を乗り切ってくれるでしょう。ハードディスクを覆えればいいので、邪魔な指部分をカットします。あとはそのままハードディスクに被せます。良い子のみんなは真似しないでね。マカロンからのお願いです。これだけでもいいのですが、念のためハードディスクの下に滑り止めシートも追加投入します。ハードディスクのベッドが出来上がりました。あとは元に戻して起動確認 &OS インストールです。稲葉物置の奥の奥から引っ張り出してきました。 10.4.6 タイガーです。これをインストールしていきます。 10.4 は2005年4月にリリースされたんですね。元号で言えば平成17年、当時の流行語は小泉劇場ホリエモンの想定内でした。 YouTube が始まった年でもあります。雑談してる間にインストーラーが立ち上がりましたね。今更ですが DVD ドライブも正常に動作しているようですね。インストール完了後の再起動です。クソ時間かかるので20倍速にしています。画面がブラックアウトしましたね。何かが起こりそうです。おや？来たか？ウェルカム来たー。痺れます。今の MacOS にはないですからね。初期設定です。この辺は今もあまり変わらないですね。入力するのでちょっと待っててください。初期設定が終わりました。幾多の困難を乗り越えようやくたどり着きました。これでスタバでドヤ Mac ができそうです。それではリンゴマークからこの Mac についてを見てみましょう。プロセッサが 500MHz の PowerPC G3、
メモリが 384MB となっていますね。私が先ほど外したのは 256MB だったはず。おそらくロジックボードの裏側にメインメモリとして 128MB が刺さってたみたいですね。あとサファリはほとんどのページが見れませんね。アップデートしたらいくらかマシになるみたいですが、最後に悲しいですが今の時代では実用レベルではないですね。私のコレクションとしてタンスの奥にしまっておきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。マカロン。チャンネル登録お願いします。